これは私自身が体験した話です。体験したのは私が小学生の時です。その時は学校終わりに街をプラプラして、鷺沼東急に遊びに行きました。1階にあるマクドナルドのテラス席でハンバーガーを食べ、スーパーの中を探索しようと上に上がることにしました。いつもなら店内のエスカレーターで上の階に移動をしてましたが、その日はテラスの近くにある外階段を利用しました。実際、この階段を利用する人はあまりいないと思います。私は足元の段差を見ながら階段を急いで登り、階段の真ん中くらいで上を見ると20歳くらいのお姉さんが2階から降りてきていました。そのお姉さんはもう私の数段先まで近づいていました。あ、ぶつかっちゃう、と思い、私は横に移動しようと思いましたが、お姉さんはそのまま降りてきて、私と肩がぶつかったのです。ぶつかったと言っても、ぶつかってはいないのです。私の体をすり抜けていったのです。え、あのお姉さん、幽霊か、って思って、振り返り、お姉さんを目で追いかけました。階段を降りた幽霊のお姉さんは、マクドナルドへと入っていきました。私は店内の散歩を少ししましたが、先ほどのお姉さんが気になり、マクドナルドを見に行きました。店内を探しましたが、お姉さんは見当たりませんでした。それ以降もたまにそこには行きましたが、そのお姉さんには遭遇することはありませんでした。皆さんも知らないうちに、霊とすれ違っているかもしれません。それでは、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。その他の体験談もぜひ聞いてみてください。